充電がない。ちょっと待って。ただいま。ちょっとアホ毛とかやばいけどお気になさらず。こんにちは、キーです。業務スーパーに行ってきたので購入品を紹介したいと思います。久々のね、業務スーパーでした。ちょっと前髪がすんごいけど、ちょっと気にせんでほしいかな。人参、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンかな。野菜は来て、こっちに来てね、すぐ買っとったけ、今回は冷凍物が多いです。人気のものを調べていって、その人気のものをたくさん買ってきました。じゃあ行こう。こちら卵です。2468と10個入りの卵が168円でした。なんか高いなと思いつつ、まあでもやっぱ欲しいけ買いました。次、朝の輝き6枚切りの食パンです。これがどこだっけ、67円、安い。67円で食パンが買えちゃう。次、ライスペーパー16センチのやつが何枚入ってるかわからんけど 100g 入って65円でした。次、ミニトマト、これが100円、これ100円だった。トマト、トマト、なんかね、妹がめっちゃトマト好きで、トマトばっか食べようよ、本当にね。おやつにトマトってぐらいトマトを食べとって、でめっちゃ肌綺麗なんだ。まあまだ中学生っていうのも大きいと思うんだけど、それにしてもめちゃくちゃ肌が綺麗なんよ。赤ちゃんなんてぐらい綺麗なんよ。じゃけちょっとトマトかなと思って真似っこしてトマト買ってみました。これでキーも肌綺麗になればいいなと思って。次、エリンギ88円です。炒め物とかしてもめちゃくちゃ美味しいやつですね。はい、もやし19円です。フレッシュもやし。次、じゃん、枝豆、これ初めて買いました。わけありの一粒入りや傷などありますって書いてあるけど、鮮度、味わいは変わりなくお召し上がりますって書いてあります。これが198円でした。実家におる時はね、もう家族のちょうだいちょうだいって言って回るぐらい好きで、見つけだけ買いました。あの冷凍のやつもあったんだけど、久々にというか湯がいて食べたいなと思って買いました。これさ、1回で食べきる量じゃないね。湯がいて冷凍しとくのもいいかなと思ったり、ちょっとその辺はね、なんとかしようと思います。枝豆買ったらお弁当作りたくなる。次、冷やし中華の醤油だれ味買いました。88円。湯がいてさ、上に乗っけるだけっていう、めちゃ楽だしいいなと思って買いました。2人分入っとるけ、ちょっと心配なとこではある。次、こちらビフィックスヨーグルト、これ115円でした。ここにな、ハッシュタグ綾瀬はるか町、はるか町って書いてあるんだけど、 CM とかされとんかな。でヨーグルト買おうって思っとったんだけど、完全にここに釣られてこれを選びました。じゃん、実家からね、ジャムを持ってきたけ、それかけて食べたいなと思って買いました。こちら鶏そぼろ128円でした。これはひとささんに教えていただいたやつで、鮭とかあと牛だったかな、なんか何種類かあって、鶏そぼろを選んできました。国内製造らしいです。三色丼っていう、あのこの感じ、卵にきゅうりにお肉みたいな、めっちゃ好きなんよ、そぼろ。いいなと思って買いました。まあ作ることもできるけど、せっかく教えていただいたけ買おうと思って買いました。じゃん、つゆの素147円でした。あのね、そうめんをこの間買ったんじゃけど、そういえばつゆないなと思って買いました。そうめんの季節だよ。なんかね、麺得意じゃないくせにそうめん食べたくなるんよね。そうめんのアレンジ紹介したいなと思います。次、じゃん、メロンボール、ね、これがね84円でした。あの井村屋だっけの、ね、めっちゃ懐かしいと思って、これちっちゃい頃ね、なんか他にもみかんとかね、あったんよ。いろんなフルーツがあると思うんだけど、食べようってめっちゃ懐かしいと思って買いました。なんかちょっと溶けとるけど買いました。要冷凍って書いてある、もう溶け溶け。次、カーネルコーンです。これが138円でした。コーンなかったし、まあよく使うけ買ってきました。コーンってさ、適当にって言ったらあれだけど、なんていうの、パッて巻いとけばさ、色が入るというかさ、なんかいい感じになる気がして、よくね使ってます。次、こちら炭火鶏もも串178円でした。これはもう何回か目かわからんくらいのリピ買いです。そう、美味しいのよ。5本入ったんだけど、一気に食べてしまう、一食で終わるけど、めっちゃ美味しいです。サラダとこれとスープとご飯だけでなんとかなるけん好きです。次、こちらブロッコリーです。冷凍のブロッコリー148円でした。ブロッコリーめっちゃ好きじゃけ買いました。あのね、ブロッコリーの生、畑からポンって抜いた姿のブロッコリー、なんて言うんだっけあれ、
そう、ブロッコリーがなくて冷凍にしました、まあ、こっちの方がね、いっぱい入っとるしいいかなと思って。次、こちら海苔巻き天ぷらです。韓国屋台の定番料理なんだって。これが298円でした。これね、インスタで人気商品調べた時にいっぱい出てきたけ美味しそうと思って買いました。もっちり春雨を海苔で巻いた天ぷらだって絶対美味しいかと思って買いました。もう早く食べたい。これはすっごい楽しみです。はーい、次、じゃん、白身フライ278円でした。これももう何回目かわからんぐらいのリピ買い商品です。めっちゃ美味しいの、本当に美味しい。ちょっとちっちゃいね、お弁当用サイズのやつも売っとって迷ったけど、まあお弁当作るともうあんまないし、作るとしてもね、切って入れたらいいかと思って大きいのを買いましたそう、一人暮らしを始めてね、お魚買うことないなと思って、白身フライぐらいでちょっとなんとかしております。まだあるよ。じゃん、韓国海苔3個セット、これが78円でした。これももう何回目かわからんぐらいのリピ買いですね。最後がこちら、ラップ買いました。ラップなんて売っとんじゃと思って、プロ好みのラップ 22×100m 入っとんよ。そう、めっちゃ入っとると思ってこれ買いました。235円でした。以上、今日のお買い物でした。ご飯作るのがめちゃくちゃ楽しくなりそう。今回の合計が2833円でした。めっちゃ買ったよね、びっくり。めちゃめちゃ買ったけど、まあ持つものがいっぱいあるし、冷凍食品が多いけ、まあよしとしましょう。ということで今日の動画はここまでです。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。コメントリクエストも待ってます。ではまたねー。え、これ井村屋ってさ、あのさ、小豆バー売っとるとこよな、違うっけ。あ、違ったらめちゃくちゃごめんなさいなんだけど、え、そんな気がします。小豆バーも好き。アイスの季節だな。またねー。